今回から完全初見ということで、アンダーテールの実況をやっていこうと思います。とりあえず設定確認してみますか。言語日本語、決定、キャンセル、メニュー、メニューが X ね。デフォルトにリセット、フレーム、シンプルがいいかな。うん。OK。閉じる。ゲームを始めましょうか。落ちた人間に名前をつけてください。まあね、ここは定石通り。リリーしましょうか。この名前でよろしいでしょうか。はい。ちょっとひねって伸ばし棒とかにすればよかったかな。あ、動ける。完全初見なんですが、タイトルをつけるにあたっていろいろと調べました。ハロー、僕はフラビー、お花のフラビーさ。君はこの時点の世界に落ちてきたばかりだね。そっか、じゃあさぞかし止まっているだろうね。この世界のルールも知らないでしょ。それなら僕が教えてあげよう。準備はいい？行くよ。そのハートはね、君の魂さ。君という存在そのものと言っていい。はじめはすごく弱いけど、レベルがたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。レベルっていうのはラブ、つまり愛のことさ。君はラブが欲しいでしょ。待ってね、今僕がラブを分けてあげるからさ。この世界ではね、ラブはこんな風に白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。それじゃあ行くよ。さあ、カプセルを追いかけていっぱいいっぱい拾ってね。ほい。バカだね。この世界では殺すか殺されるかだ。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろ。死ね。情けないわね、罪もない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫よ。私はトリエル、この遺跡の管理人です。毎日ここを見回って落ちてきた子供がいないか確認しているの。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。さあ行きましょう、遺跡を案内してあげるわ。こっちよ。早速疑心暗鬼になりそうなんですが、何これ。あ、なるほどね。セーブはしなくていいです。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。ここにはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だから、よく見て慣れておいてね。あ、ちょっと待って。とりあえずさん、この先へ進むには正しいスイッチを備えていけないの。でも大丈夫、ちゃんと印をつけておいたから。ちょ走れないのかこれ。よくできました、偉いわね。さあ次の部屋進みましょう。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。その時にどうすればいいか知っておかないといけませんよ。大丈夫、とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをするのよ。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。あ、 R か。 R1 だね。マネキンが現れた。マネキン話す。マネキンに話しかけた。会話は弾まなかった。トリエルは嬉しそうだ。 You win。 ゼロエクスペリエンスとゼロゴールドを獲得。まあマネキンだからね。そう、それでいいの。上手にできたわね。この先にもう一つパズルがあるわ。あなたに解けるかしら。
プリエールさんは本当にいい人なんだよね、確か。ん？あれ？動かなくなっちゃった。これがそのパズルよ。でもここは手をつないで一緒に渡りましょう。どういうことだろう。あ、ジグザグなのね。ってわけでもない。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。ここまではとても上手にできたわね。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。どうか悪く思わないでちょうだいね。なるほどね。 BGM はなかなかいいですね。まあまあ長いな。よくできました。安心してちょうだい。置いていってやりしないわ。この柱の陰に隠れてずっと見ていたのよ。私を信じてくれてありがとう。でもね、この練習にはとても大事な意味があったの。一人でお留守番できるかテストをしたのよ。私はちょっと用事があるからお留守番していてね。ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたに携帯を渡しておくわ。用があるときはそれで電話するのよ。それじゃ、お利口さんにしていてね。もしもし、トリエルです。お部屋から出たりしてないわよね。その先にはまだ説明してないパズルがあるの。一人で行くと危ないですからね。お利口さんに待っているのよ。つー。ケロケロ、ケロケロ、人間さん聞いてケロ。モンスターとのバトルのことでいいことを教えてあげるケロ。何か特別な行動を取ったり戦って相手を瀕死の状態にすると相手が戦う意志をなくすことがあるけど、モンスターが戦いたくなさそうにしていたら見逃してあげてほしいけど、ケロケロ。了解しました。こっちなんだろう。オン。フロディがこちらへ飛んできた。あれ？ぴょんぴょん。褒める。てれてれ。ほいほい。なるほど。見逃す。逃がす。 You win。 なるほどね。ケロ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 。こいつじゃないんだね。お一つどうぞ。書いてある。キャンディーを一つもらう。はい。キャンディーを手に入れた。ああ、これはトリエルさんが用意したものかな。ごめんねトリエルさん。行動。泣き虫。慰める。話しかけた途端泣き虫は突然泣き出し逃げていった。 You win。あ、うそーん。行動、泣き虫、慰める。あ、なるほど、そういうことね。こっち行ったらどうなるよ。落ちないとならないよね。もしもし、トリエルです。特に深い意味はないんだけど、どちらか選ぶなら、シナモン、それともバタースコッチ？バタスコってどんなもんか知らないんで、とりあえずシナモンにしますね。そう、わかったわ。教えてくれてありがとう。つー。プルルル。もしもし、トリエルです。
別にバタースコッチが嫌いってわけじゃないのよね。どちらかといえばという意味よね。例えば別の方がおやつに出されたら食べずに残す。そう、そうなのね。よくわかったわ。しつこく聞いてごめんなさいね。灰色の岩、4つのうち3つが押されることを望む。お、慰める。You win。これで OK ね。ちょっと待った、オイラを落とし押してどかそうったってそうは問屋が下ろさねえやん。お願いですから動いてくださいだ。たくしょうがねえな、今回だけ特別だぜ。ダメか、これか。見逃す、逃がす、ぴょんぴょん、逃がす、ゲロゲロ。ダメですか、ダメ、びっくりした。逃げれば OK でしょう。逃がす、あ、逃げはしないと。褒める、ほい、とぶねあぶね、逃がす。でこれね、こうね、よくできました、ありがとう。たく、何度も行ったり来たりしやがって。いつかネズミは砂から出てチーズをかじるかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。戻る、ん、グー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 、まだいるの、グーグーグー。この化けはグーグーと言い続けて寝たふりをしている。いいえ、あれ、横から出れるっていうわけではないのか。グー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 、まだいるの、グーグー。はい、ナプスタブルークがやってきた。励ます、はは。これアンテのオープニング言いましたね。むずむずい、ちょっと励ます、ちょっとした冗談を言った。ははは。ごめん、なんか、やる気が出ないや。ここですね、これですね。ナプスターブルークがもう少し元気づけることができた。励ます。ナプスターブルークは何かを見せたいようだ。ちょっと見てて。
了解。ヒヤリハットって言うんだ。面白いです。危険予知のあれですよね。ヒヤリハットって。ええ。ごめん、自分語りするのが癖でつい邪魔だよね。今どくね。いい子。あ、ちょっと待って、こっちなんかある。どっちが正キルトだ。あ、こっちが、あっちが正キルトだね。スパイダースイーツ即売会、売り上げは全額本物の雲に寄付されます。いや、まあいらないけど。はい、見ようとしていませんか。スパイダースイーツ即売会や戻って右側です。雲で作った雲のためのスイーツをどうぞお楽しみください。ケロ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 。はあ、友達が僕の話を聞いてくれないケロ。僕が話し始めるとバスをしてスキップしちゃう。バスじゃない、 X だね。 X をしてスキップしちゃうケロ。そうケロ、 X をしてスキップしちゃうんだケロ。でもあなたはちゃんと聞いてくれるケロね。ええ、もちろん。ケロ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 。フレームは景色に彩りを添えてくれるケロ。ゲームをロードする前に設定メニューでフレームを選べるらしいケロ。なケロも、カエルのフレームはないらしいケロ。なんで、かわいいじゃん、欲しい。意味ないケロ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 。あなたは人間にしては平和主義だと聞いたケロ。もう気づいてると思うケロ。も、逃がせるようになったモンスター、名前が黄色に変わるケロも。それについてどう思うケロ。便利。僕もそう思うケロ。いいケロ。逃がすというのは戦いたくないという意味。相手の名前が黄色じゃなくても逃がさなきゃいけない時が来るかもケロ。プルルル。もしもし、最近お掃除してなかったから散らかっていてごめんなさいね。急にお客様が来るなんて思ってもいなくて。いろいろなものがある、落ちていると思うけど、気に入ったのがあったら拾って持って行っていいのよ。ただし、本当に欲しいものが見つけた時のためにポケットには空きスペースを残しておきなさいね。つー、これトリエルさん気づいてない？大丈夫？勝手に出てきちゃったけど。あ、なるほどね。落ちないといけない。コード、ルークス。からかわない。やっと上がってもらえた。あー、わら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 。あー、見逃す。 You win。 ありがとうございます。こっちかな、違う、落ちてみる。違うか。うわ、なにこれ。土の中からベジトイドが現れた。ベジトイド。話す。野菜は喋れないんだけど。ごめんって、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 ごめんって。だからそんな人参振らせない。ベジトイド食らう。もう少し終わらせないと食べられない。理想的な朝ごはんですね。ごめんって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 。ディナー。お腹をそすった。ベジトイドが体にいい食事を出してくれるらしい。緑の野菜を食べてね。うわっ。あ、ゲームオーバー。諦めてはいけない。リリー、決意を力に変えるんだ。どっから、どっから。あ、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 こっから。カットしまーす。っていうかもう22分か。お部屋から出たりしてないよね。はい、これ戻れないのかな。戻れないか。ほい。あ、いえ、よ、お、し、ロギー褒める。それでも照れている。ほい、オッケー。見逃す、逃がす、オッケー。こっちはこうよ。落ちてと、コード褒める。
言葉の意味を理解できないようだ。照れている。どっち？こっちか。見逃す。逃がす。オッケー。もしもし、トリエルです。特に言うか意味はないんだけど、どちらか選ぶなら、シナモン、それともバタースコッチ？待って、答えないで。シナモンでしょう。はい。うふふ、やっぱり。この世界に人間が落ちてくるとね、なぜか前から知ってる人のような気がするの。実はね、あなたは最初に見た時も昔の友達に出会ったような気持ちになったのよ。不思議よね。それはともかく教えてくれてありがとう。プルルル。もしもし、トリエルです。別にバタースコッチが嫌いってわけじゃないのよね。どちらかといえばっていう意味よね。例えば別の方がお休みをされたら食べずに残す。そう、そうなのね。よくわかったわ。しつこく聞いてごめんなさいね。スーっと。よし。誰？褒める。面白いな、このゲーム。すごいな。多分マザーリスペクトですよね。見逃す、逃がす。もしもし、あなた、食べ物のアレルギーはない？え？どうしてって？特に深い意味はないのよ。つー。これ初めてですね。一度死んでみるといいかもしれないですね。あ。くそ。ちょっとすれちゃったかな。慰める。話しかけた途端、泣き虫は突然泣き出して逃げていった。この子どうやって戦うんだろうね。で、こう、よね。よし、オッケー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 。で、まあ、一番下がクセモノなんだよな。おっと。見逃す、逃がす、You win、オッケー。はい。お願いですから、もっと動け。ほら、これでどうだい。上じゃなくて横だわ。ってこういうことだろ。はい。あー、じっとしてろだ。たく、何度も言ったり期待してやるよって。ありがとうございます。いつかネズミは巣穴から出てチーズをかじるかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。ここまでにしときましょうか。うん、一度死んであれが見れたしいいでしょう。よし、それでは終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お相手はリリーでした。今回もご視聴ありがとうございました。一緒に動画を作ってくれるメンバーも募集しております。要項はチャンネル概要欄をご確認ください。チャンネル登録、高評価もよろしければお願いします。他の動画でもゆっくりしていってくださいね。